ど <laughs> ねえ本当にじゃあ亀戸さんは誰亀戸さんだっていないからって決して語られない弟決して語られたいっていうかあの別にそんななんで家族のことをそんなにいっぱい語るんだよ朝青は否定せんのね否定するから否定する消された消されてないです <laughs> ああ<ー>そういえば大く君結婚したんだってな そうなの弟は結婚いるのかそうな過去一度も発言聞いたことのない弟,弟いやその子供できたのねいやあのそれまあいいじゃないですかっていう、うん、弟イラスト上手いらしいななんか、ぜ奈楢橋さんが下手みたいな感じになってんのってはいんで楢橋さんが下手みたいな感じになってんのっていう、うん、ねえ 妹に関してはちょろちょろゲロるけど、弟は一切だんまりな当たりやみを感じるよね。でやめよういや、下手じゃん。<laughs> でも、奈良橋さんの家族は兄以外ある程度秀才なんだよな。いや、それどういうことやねんって。はい、あれどういうことだよって。うん、まあ、でもね、あの…奈良さんは例外なのね。何の,何の例外だよ、それって。はあ まあ、そういうことでねはい、うん、ねあのー、この兄を見て育ったからねまさに反面教師何な,なんだろうなこの恐ろしい気分はっていうはいこいつリアルで兄より優れた弟はいねーって発言したらしいなしてないですだ。アホみたいな発言さあもうもう寝るよ長男だからちゃんと社生さんと家系図を引き継げや いや、だから、そのねそれってダメでしょって、うん、それはダメだぞっていう巻物にしろな巻物って命はかない恋せプじゃないのねいやまああの伊賀忍者 VS コウ忍者の話忘れたか <laughs> 朝青龍も言ってます 何がの。あのー、まあ、何て言うの、その、ね、レムラムのコスの時はね、やっぱり、あ、可愛い感じになったなとは思ったけど、でもやっぱほら、ね、やっぱりそのね、奈良橋さんコーチだし、ね、こお仕事があるからよって。うん。あ、あ <laughs> ま、そりゃあ、だってね、やっぱあの、うーん、ね。簡単に言うと気分が悪いコーチに変えるということだよ。うん、なんで。ね、やっぱりほら、あの、ね、あれですからね。はい。何まんざらでもない感じわらわら。いや、何の話ですかって。うん。やめてよ、あれ。まんざらわし。ねやめてよ、って。うん。でもあれやな、ほんとに。男とと女だからねだばだばば。うん。 でも中古だからなーって悩んでるんだろうなそういうさこ,いことを言うのをやめてくださいって、はい、そういうことになんか奈良橋さんもなんかねあの奈良橋岡村隆史グループになっちゃうからそれやめてくださいって、はい、岡村さん何言ってるんですかって言った人がマジギレするレベルになっちゃうからやめてください中古嫌いわしそんなこと言って <laughs> どんな <laughs> どんな<あ>い,いんよだよそなこと言って,ってえっ <laughs> なんか奈良橋岡村グループ奈良橋クラブなんで岡村なんや岡村グループって <laughs> っていうかあのさ信者しか聞いてねえラジオやろあれって、うん、信者しか聞いてないやろって新中古ならいいんですかどういう6でもねえ6でやべから,怒られはしで岡村さんの方でしょねえでもあれはね 矢部に説教された橋何なんで奈橋さが説教されんの刑事板に矢部分解手当たぞまあスタンディングパフォーマンスが得意というのは似ている <laughs> あの<ー笑>そういや二千です突破れらしいな <laughs> っていうかそのさみんな岡村さんやから叩いてんやろあれ江頭やったら誰も叩かへんでねおめでとうおめでとうねえ ね本とにおめでとうおめ,おめでとうじゃねえかしらはそういうキャラなおえがしらのタイツはチャコットせ、ね、ええがしら案外空気読む私しんしだからあんなこと言わないよ、まあ、たまたま来たのですが踏んだので2000切り版ゲット報告いたしますはいいつも楽しませていただいておりますはい岡村たたきの筆頭のババアが貧困ビジネスマンだったらしいね笑バレちゃったね あの人本当紳士だよ。紳士らしいけど。掲示板見て。掲示板見たよ、今。うん、画像ないですよ。あ、はい。ね、ようつべで乳首版だから、ちゃんと次の動画から消すからな。<laughs> はい。<laughs> はい。<laughs> まっさる、な、世界ガチャン 画像あるやろがどれや奈良橋やかこの配信は台本じゃなくてお前の言葉に語っている全部お前が悪いこれこれか途中リスナーやめた俺が言うのもなんやけど こうなったのはリスナーも悪い誰もお前に注意しないから天狗になった49歳で独身で恋愛経験も全くないからこんなことになるマタニティーマークをあんなものいるか見たら分かるやろと言った時はドン引きした妊婦イコールお腹がでかいと思っているかそういう発言になる妊娠数ヶ月の女性のことを全く想像できてない困ったら風俗ネタを 押してたが、あんた風俗ネタは二度と受けない。はよ結婚しろ。嫁や彼女はいればこういう発想になった。女おせいの道具としか見てないわし。<laughs> 知らないですって、これ <laughs>。コンプレックスからあんた昔から女性を適当見てる。うつで入院してつらい思いしたかもしれんけど、みんな優しくなったからぬるまえになった。なんで消しち試験の 試験失敗して頑張ってかわいそうと思われたから今まで炎上しなかったけどお前はかわいそうでも何でもないもう世の中にもっと苦労してる人は大勢いるって岡村さんに対するやべっちの説教じゃんかよって、うん、ねえ <laughs>、ね、でまあねえうんそうやべっちのあ まああのー、なんていうの、その、まあ、矢部さんらしいよって、うん、本人はそのつもりなかったかもしれないけどね、まあ本人はね、でも矢部さんの心から出た説教だったんじゃないかなっていう、うん、これでもうでもね、矢部っちは、あのー、あれだよ、レギュラー3本は決まるから、うん、この説教で矢部っちはレギュラー3本、ね。 岡村さんは引退しなくていいっていう。でもなんだかスタンディングパフォーマンスのような感じもある。これ多分ね、吉本の担からのあれやと思う。割とガチめに説教してただいて。割とまあ、それ説教はガチだけど、セッティングは多分台本があったと思うよ。セッティングはね。だって、本当に後悔でする必要ないんだもん。で、なぜこれができたかっていうと、やっぱりね、あの、これはね、あのー、 やっぱりそのなんていうのその内内自体の不仲にも追求してたし。うん。ねえ、まあでもただこれはね、外外野が言うことではないし、その深夜ラ,ラジオだからできたやつやと思う。同じことをね、じゃあ例えばハマちゃんが言ったらね、マッチちゃんができるかというとそれはないんですよで、阿部さんというね人がいたから。うん。ナインティナイン派ね、ホモソーシャル。 カースト、野郎間の階級の宿図だよ。強い男、やべ、が遊び散らした末に結婚する。それができない弱い男、岡村は、自分も強い男のやりたい放題に憧れ、でもそれができないから、どんどんひねくれて、しまいにあやらかす。強い男はそれを見て説教たれるんだ。うん、いつもなら出川来て笑いにするけど、今回はなかったしな。そうやな。 あのだから今回はもう、これ、なんていうの、やっぱり、フェミニズム的な政治団体が入ったことによって、それをどう否消しするかって言うと、矢部ちゃんしかいないわけよ、そうなんです、ねで矢部ちゃんを使うことによって、だってもうそれ以上何も言えないじゃん、独身で滑ねたおじさんになってしまったよなそうな。んよただね、あのー これで萎縮してては芸人じゃないって。もし、明石シさんま師匠とかやったら、これ逆に台本、より台本臭かったと思うの。岡村、何言うとるんやーって言ってね。うん。あの、アカシさんま師匠とか、ね。あの、ビートたけしとかね。はい。ね。もしくはタモ、たも、たもさんとか。<laughs> ね。岡村、何言うとるんやーって言ってね。うん。 バンドを A じゃったらダメやったね。岡村何言うとるんや本当の人は神様やで URL 省略、ね、<laughs> 何これカイザーナックルああはいカイザーナックル逆ギレ弁当 <laughs> やめなさいよってこのなんかよくわかんない弁当作るのってねえ 矢部 <laughs> は岡村見てたけど岡村は矢部見てなかったなあれゲ映像あったのラジオやから声しか聞こえへんけど、うん、まあそれはやっぱりね岡村さんの方がタイムパーフェクトソルジャー」<laughs> い「アイムパーフェクトソルジャー」ふうふうって「カイソルな」「ねえあっとすいませて言ってたなまああのだからね結局なんていうもう決まってたんじゃないかなと思うの。 テレビっていうのはねメディアっていうのはやっぱり台本の世界やからそうでしょ、ね、やっぱねあの台本の世界こう2人このナインティナインという世界観がパッと入れるわけですようんで、えー、まあ言ったら吉本興業の逆を言ったら勝ちですよねうん その場を設定。あれやらせじゃないよリスナーししてたわわかるわマジででも急に矢部さんが来る、来るのは知ってたと思うのよ。いや、そんな、一からこれ言ってこれ言ってとかはないと思うけど、奈良橋さんのまあ、試験ですけど、ね、ラジオはそうだよ。ラジオはスースーでいいと思う。そこはスースーですよ。だからその、あれ言ってこれ言ってとか、そういうなんじゃなくて、急に矢部っちが急にね、タクシー乗ってやってきたとか、 そういう感じではないと思うんですよねって、うん。まあ、あの、内容は当然2人に任せたと思うけど、場のセッティングだけをちょろっと言ったんじゃないかなって、吉本が、場のセッティングだけをね、あとは、それは当然当時に任せるよって、ね、実力のある芸人同士だから、ね、出てすぐの分かっていた、ね、おかっにな。<laughs> まあ、そこはね、だから、笑い抜きやね。あの、昔、さんまさんが言ってたけど、やっぱりね、芸人っていうのは、反省したらおもんないって言われるだけやって。あの、たけちゃんに言ってたもんさすがハイパーメディアクリエイターですね。はい。あの、たけちゃんがね、たけしがさ、フライデー襲撃して、24時間テレビに夜来たときに、あの、言ってたもん。 うん、さんまさんが、ね。俺ら芸人っていうのはやっぱりね、反省したらおもろない言われるしっていうね、うん、難しいとこですわっていうのを言ってたで、ねうん、反省してもおもろないって言われるだけっていうのが芸人の悲しいとこなんですよね。そう。まあでもね、これであのー、何度か高橋岡村をね、 結婚してくれれれる人が現れればいいんですけど岡村一人のラジオ聞いてなかったからあんま知らんかっけど結構独善的で甘やかされてたんだなってまあ人間ねやっぱり赤城さんも言ったけど慢心してはダメっていうねはいで、まあ、これからの岡村隆に期待しましょうっていうね、まあ、奈良橋さんもねナインティナインのオールナイトニッポン時代は本当に寝不足になりながら聞いてたからはいねあのー、木曜日やったかな確か あれ言って誰も止めなないのはダメだよせやなまあ、生やからなラジであとラジオって結構自由な雰囲気になるからそうラジオってすごい自由な雰囲気の場所なんですよ。ねラジオってねこれ、うん、番組の方にも多分今日この日に、えー、間に合うように、えーうん、出してくれたんだと思います。えー すごいたくさんのハガキそして、うん、メールもすごいたくさんのメールいただきましたできればこのラジオ界聞いてほしい、えー、全部が全部これね,ね途中まで聞いたんやけどさあのー、やったなお前<ー>、うん、ごめんなさいやってもだたな申し訳ないまあすごいとこで入ってくるよねもう,もうやべっちがもたんやろ2時間 申し訳ないあ今こんなアクリルがあるねラジオはね、うん、ああ忘れたカフェあげるの忘れてましたごめんなさいいやーもうこればっかりは、うん、緊急事態よこれはホントにももう申し訳ない矢部さん本基本的に自分のこととか語らない人だからな,、うん、なあまあな矢部っちはなあ情けないやろ、うん、これは本当に、うん、情けないなうん ヤベッチちゃんと見捨てないのねそこはやっぱり矢部っちの優しさやなっていう、うんね、そこはやっぱり矢部っちの優しさですよ、うん、まあ、でも矢部っちもね、昔、あのほら、何あの、茶葉城をいっぱい集めてね、米騒動という遊びをね、ばらされてたからさ、抵水した鶴瓶師匠に、ね、米騒動という遊びをばらされてね、そら開きませんよって言ってたね。うん 何なんでしょうね一体、米騒動という遊びは。その、やべっちがね、あの、夜やる、<laughs> 米騒動。やべは岡村をこの業界に引き入れておかしくしたって引き目があるから気にかけてるんだよ。あまあ、そゃもともと真面目な人だ。このラジオでも言ってる。<laughs> このラジオでもね、言ってるあと、意外にもこのラジオは消されないというね。はい。結構、パッと消されるんですけどね。うん まあこの後、えー、まあと、オールナイトニッポン、どうなるのかという。うん。結婚してね、うん、それはこれやなっていう。うん、こんばんは、岡村隆です。 が引き寄せたから岡村は芸人やっている舞台を押してんで僕の高によってたくさんの人たち特に女性の聞いてくれるんだろうすごく不安でしたし。うんえー しかも、でもしっかりとやっぱりここは、うーん、僕のことがですね、ちゃんとお話しさせてもらわないといけないというふうに、藤原、思いましたので、で、ないね、僕の今のこの気持ちを、すべてこのラジオでお話しさせ、公開設計をしようと。 今日は申し訳ない本当に思ってねこれしか言えへんやろ入いって言われ岡村もベ行くかった正直この爪は行く爪はそれぞれあるけどもまあ爪はね多分リスナーの方はねもちろん感じてるでしょうまあこの縁っていうのがすごかったよねあんまりいい感じじゃないやちょうどナインティナインダウンタウンの人がもうナインティナインしかいなかったわけだからうん こんなんもん言うことじゃないし、うん、でも俺なんかええ機会やなぁ思って。うんうん、で今日、うん、来たんですよ。うん、これは、あのー、うん、やべっちノーギャラかなって。やべつまらんってよく言われるけど、<laughs> いやべないと岡村は持たないよ。持たないですよね。だって入院進めたらもうやべっちゃうからな、岡村さんに。 パーンってなって。ごめんねっていう。俺は岡村より岡村利用して有名になろうとしてるフェミタタ自うは。まああの、ただこれはね、本番でしかね、マネジャい難しいんですよね、この。オフで絶対そう言いたい仲間たちはいっぱいいると思うぞ。これもサッカー部の後輩でも何でもないから、元サッカー部の後輩でも、他のまそこ一校への先輩たちは、 サッカー部のこれ,す目のこれはねあのう例えばなんていうのかなこのでももう違うの、ね、っあれですよ自動ポルドのね時にだと俺割と本音で語ってると思ったから暇なら全部聞いてで、ね、やったんはさこれ全部ね後輩やったけどだから今日はだからすね,ねコンビの相方として、うん、あの喋りに来ましたこの辺まで聞いてたんよこの辺やったかなそういうなことを避けて,て避けてきて えー、しまったんよねだからそれが逃げ癖っていうことなのやと思ううん、うん、そこじゃないとこで安眠モールナイト日本安眠、えー、やらなあかんことがあるんやって勝手に思ってしまってた部分もあったからそこをやっぱり避けてきてたんやと思ううん、うん、まあまあ年いくほどなんか若い時はもうそんなみんなはな、うん 勝手やんけど自分が一番やし相手の気持ちなんかな考えられへんけどさすがにもう考えれないとなんて言うやろどんどんずれていくと思うもうずれてたやろしそこはでこうやって言葉で発信していく発信する仕事やし今回の ねこの問題も。ずれはずれなのよね。だと思う、それははっきりと。うん。ら、どう、本当に。これはちょっとでもやりすぎやな、この。お前も反省せよ。知らないよって。岡村隆史さんの発言に対する署名はやりすぎだ。いていかなあかんのよね。さんも多分。そろそろずれてくるぞ。 発言して。<laughs> まあでも、すごい、ネットではさやっぱりそのね高いし。まあ、独身男性の陥りがちな罠だと思うは周りが見えなくなってくるのだ。そうなんだ。見えないものを見ようとしてる。フェミニストの献血ボイコットは謝罪したら OK なのに、岡村隆の不適切発言は謝罪しても集団攻撃し続けるフェミニストたち。はいでも自分が当たり前うん。年下やし。AD やし。うん。 当たり前って思ったらもう絶対ありがとうなんて言えへんし。なので。 まあでも、見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。岡村隆史さんを叩いていた藤田隆則氏こそが、リアルに生活困窮者を利用した貧困ビジネスをしていたり、石川由美氏が自身の問題発言は謝罪したからいいでしょという態度をとっていたことなどがツイッターで流れてきた。いやほんでびっくりじゃん、ほら。こんな人たちじゃないとあの界隈で流行っていけないんだろうな。今仕事も生態観測。 もう入ってくんのよねおおそんなこと言うかみたいなはがおお数が少なくなったことでこれだからしょっちゅうあのこんなんチラシ藤田さん配っていましたコンビで仕事してて俺も気づかへんかったかもしれんけどまえちゃったからでもたまに会うからあのまたそれも恋愛もの番組でいやもう結婚したらもう ね、あうまくいく秘訣みたいな聞かれて「いやもうありがとう」と「うん、ごめんなさい」です、うん、って言ったら、うん、あんたが「白旗あげたんか、うん、<laughs> 俺がそう、うん、あ妄想、うん、敵として見てんねやと、うん、女性をうん <laughs> どまあコンプレックスあるしな。うん、ていうか、あの、うん、すごいいろんなところで炎上してるじゃん、こんなのとか。ああ、アイテム知ってるけど。新井博文。強刊 <laughs>。謎の擁護の声、中村。赤赤の僕の。フルボッコなぜなのか。ちやと。なんすやのか。してまし、子供ったら。チームやと。<laughs> うん、チームやから。で、お母さん監督で、ほら。うん、いっぱい怒るし、うん、いっぱい褒めるし。うん で、こっちはもう一個冷静にこうまああの実にねその様見てるわけやんかえー、岡村隆、島田信介氏にいた発言だったなんて俺も今身にしみってるからそれを言ったら、シュロアっあげたんかって言われたからおお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 って思ってで、結構全員女性タレントやったからまた俺スッと流して怖いこれ以上いったら怖いっ思って俺はだからそれを あれやろなあのボケてるつもりでそんなことも言うてんねやろなまああるんやろなうまあこれ聞き入ってしまいますよね裏ではしょこたんがファイナルファンタジーのクラウド見ながらご飯うまそうに食べてたぞ性格 URL 省略根元にで仕事中やかタレントやカメラ回ったらほんまにこの人もねもう一人なんか発言してる人がいるみたいですねはいもう一人ええね ごはん何倍でもいけるで、こんももうなんかもうなかの大変まあ本当に毎日コロナのニュースやしみんな気がめいてるし敏感になってる中でそれを察知せずにそういうことを面白いと思って言って悪意なんかないと思うんですけどいう発言はまあもうすごい残念やしもうおっさん何やっとんねんっていう感じですね。ででももちろんすごい悪い悪ことしたした わ悪いい人じゃないんですよ、うん、この発言をするような困ってる人に対して喜ぶような人じゃないし、うん、優しい人やからこう自粛っていうふうなあ交板とかはするべきじゃないと思うし、うん、こういうミスをしたおっさんをみんなで笑ったらいいリが若いなって、うん、っナイーブな人なんで今回のことでもしかしたら自分から交板するみたいなこと言うかもしれないしそれぐらい反省して当然だと思うんですけど、うんうん、これも含め。 おっ,さんっ,たおっさんだの頃10代でめっちゃいけちゃうかったっけって。って言われても、だからこれを機に、結婚なり、恋愛なりして、もうちゃんともうそこの面倒、それもおかしいですけど、ちゃんと人と向き合って愛すること覚えて、こういうことは言ったらだめなんやっていうこと、だから、おっさんが学べちゃんと。 って思いました。何やってんねんっていう気持ちです。やっぱり憧れてきたし。番組で引っ張ってきてくれて、一番家屋石破ってやってる背中をかっこいいと思って見て。きた九十年代後半テレビで一週間見ない日なかったもんなないない。そうやろう。ん、だってないないな。ね。太田。そう、お田さんが発言するかと思った。サリナの方が。仲間としてね。うん。俺はもうちょっと遠い立場から言うと。ド小ジシー顔してて草。 岡村はやっぱりね勇気づけようとしてたんですだからそれは別にああのー、まあでも芸人仲間みんなね想像力も足りないけど岡村はある一定の人たちリスナーのこうメールを送ってきた人をなんとか勇気づけようとしてたんです、ね、もちろんそれは分かるんですけどうん、うん、それ以外のすごい、うん、その <それ S 1> えーねこっちもテレビということでねはい。 あ、これ続きすごいそれで気分を害する人がいるっていうことも言って発言しないとあなたもですよ気をつけないとこれ以来ないからな多分だからそういう岡村を聞きたいっていうリスナーもいっぱいいてそれだけ伝わっていれば大丈夫だし今までの行動が良かったからだな まああのー、ラジオ族やからね太、まあ、田光さんもどっちかっていうとラジオ族やからさ太田光さんもずっとね、あのー、にどんだけ2チャンネルと戦ってきたんだっていうとこあるから太、うん、田これはボケれへんだよって。もうあいつは自分めるから

<laughs> <ケ>ただ悪いことを言ってしまったごめんで、ねね、オッケーなのにここまで広げる必要はないのにもっと重要な話題をやってほしいまああのほんとね言うたらまあこれがえー、プロのやり方っていうやつですはいあのあれと一緒だよあのほら伊勢島のキャラクター何やったっけ伊勢島のキャラクターと一緒ですよ URL 省略ね何やったっけあの伊勢島の公認キャラクターとかねああいう なんていうのかな、この非常にうまいんですよね。森友とかも一緒ですよってお前も反省せよ。何時反省すんだよ、長橋さんなんて。長橋さん言わないで。竹山さん、そういうとこビシて言うからね。うん。まあそうなんよ、うん。まあだから、で、しかもゲ、そうそう、これ。 ね、メグさんですよ、メグさん。メグさんでもアニメ化したからね、その後。うん。彼女もね、こうマークされて。うん。ねえ、本当に。ねえ、メグミン。メグミンじゃないなだ、メグミンが。ね、そう。ねえ、青島。ね。メグさん。URL 省略。だからもうほんとね、今、なんていうのかな、この、 ね、エクスプロージョンそっち安易な巨乳サムネで釣りをやめろっていう <laughs> まあこのなんていうんですかフェミニズムっていうものっていうのはねあの男女平等を目指すっていうっていうとこなんですけどそこにちょっと絡んできちゃってる人がいるっていうね、うん、性的に消費されてる性的に消費されアメックスカードで20%還元 マジかよ。URL 省略。アメックスカード持ってねえや。アメックス持ってねえや。ってね <laughs> アメックス儲けてるからいいやろって、うん。ねえ、アメックスでも、アメックス20%かけて急,急げてアメックス持ってねえよ、アメックス。うん、ねもうアメックス作ってないからさ。楽天で作れ。うん ようジーザンまだ生存してた誰がジーザン？ね、今サラヤが男女平等って利権よこせってことでファイルアンサーよね。まあ、男女平等っていうのもなんか違うんだよ。男女平等を実現したぞっていう実績が。料理役しろ。さっきやって <laughs> が欲しい人たちがやってんの。うんね、岡村さんを起用し。 女性の貧困問題やフェミニズムについて学べる番組を放送してくださいっていうね。この、わけわからんこと言いやがってっていう。はい。うん。ねえ、キャロを殴ることも男女平等だと思ってそうだなこいつ。いや、思ってねえからって。うん。なさ言ってるやろって。ねえ。あ、署名は別に岡村さんのためではありません。岡村さんの影響力を利用したいだけです。 彼を救うためじゃない、NHK でしっかりと女性差別やセックスワーカー差別を取り組んでもらうだけです。もちろん彼も嬉しいですけど、そんなのは期待してないということで、うん、ね。ね。世界中の男性に失礼だな、異性にエロを求めるのが本能はわかるけど、不幸になることを望むのは性別関係ない。うん まあ非常にね、あのー、なんていうんですかね。URL 省略誰誰これあら、ねえ、この方なんてもう、この、この、<誰>この先生はもう、どんだけもう、この先生はもう、岡村さん以上ですから、うん。ね <laughs> 岡村もういいだろ。三人水子つけて議員やってるやつもいるんだしな。こ,この人なんかもうど、この、こ,これを叩くよってね。不要な外出出る。不要な外出はするわね。あの、立川市民の税金は無駄にしてるわ。ね本当に。車椅子でね、訴えた人より先に勝っちゃって何もやらないしさ、って。うん、<laughs> URL 省略。この、この党をまずぶっ潰せようって、本当に。うん なんだあの塔はっていう。うん。最終的に NHK の工作員にやられちゃって、ほほえましいわって。うん。ねえ、ほほえましいですよ。自分で作ったやろこれ。マスクを印刷。まああの、ほんとね、はい。まあ何を皆さん目指してるかっていうのは、やっぱほとんどの方が、あの、 まあ、岡村さんを叩いてるほとんどの方がね、やっぱりあの、立憲民主党や日本共産党が政権を取りたいと。うん。そこに持っていかないといけないわけ。これが今、なかなか無党派層ができないんだよ。くそ、岡村がムカつく女性差別発言しちゃうするな。これも安倍政権が長いせいか。おい次は日本共産党に入れようぜって。ね。女性たちが活躍できる日本共産党に入れようぜって。 ここまでいかないといけない。これが非常に難しいんですね、これ。ポリフェノール、秋山も吹けたな。ポリフェノールもね、もう先生になっちゃって吹け込んでさ、ただね、再選しないって言ってたじゃん。ね、再選頑張れよって。まあ N 国の今の勢いやったら彼を押せるっていう。性欲ま,とまあ本来ならね、あの、彼の年でね、あそこまで頑張ってさ、 ポリフェノール秋山があのようになって世も松田松田よ、本当にねえ,ねえ、彼、何したのよ、本当に、うん、ねえ、彼の発言全部ね、書き連ねてさ、貼ったらあれ、立川議会が解散するレベルですよって、うん、まあ、しかしね、あのー、彼のガチアンチが、いくらね、その、小学校に彼の環境ビデオ時代のさ、 写真をラミネートしてね、わざわざ張りに行ってや、立川まで。うん。それでも議員やめられないんだから。うん。まあ、なんかね、あの、立川議会からは事情は聞かれたらしいけど。うん。でもね、お日本共産党の皆さんもさ、立憲民主党の皆さんも、優しくスルーしてあげてんじゃんって。まあまあ、その、中心政党じゃないから優しいのは知らないんやけどね。はい。 中心政党やったら大変ですよ、本当に。自民党とかだともうブワーって来てるけど。ねただね、あの、これだけ過去が暴かれてるんだからね、あの、やっぱり息苦しいと思うよ、彼も、うん。本来だって議員になるつもりなかったと思いますよ、あの人。うん。あの人の台本と違ったんだよ。うん。本当の台本は野田ちゃんが選挙解説委員で来てたでしょあの人の台本はね、 立花隆と喧嘩して終わりでよかったんだよ。なんだよ言った通りやったのに受かんねえじゃねえかよっていうね、おをりって、野田ちゃんがどっちの裏切ってさ、え、でも緑ちん、立花さんの言うことは正しいっすよってう、そこまで喧嘩したらまさか受かっちゃったってね、言うのでみんなびっくりしてや、うん。っていうとこだってあのメンバーで勝ちに来たの絶対、ネルさんだけやぞって。うん あのメンバーで勝ちに来てたのってねるさんねるさんは黒マスク野郎が言ったからいけると思って言ったんやからでもねるさんは勝ち。ねるさんは勝ちで狙っていった、うん、野田ちゃんのモノマネもんとうまいなみなさん、ね、立場やさんの立場やさんの楽しいですよって <laughs> 野田ちゃん反逆しかできないからねあなったらもう、うん、あそこで野田ちゃんがねみどさんおめでとうございますって言ったらもう ね、<laughs> ただの政権放送で、まあ、ただもうね、あのー、徹夜はだめだと思ったから、<laughs> 徹夜はだめだと思ってから、いないですよ、今、<laughs> いないですよ、まあでも、タクシー橘隆先生、タク,タクシー、<laughs> エレット先生の新作完売やぞ、URL、ありがとうございます。 エルト先生、おめでとうございます。はい。あかん、あかん。叩かれるで、これ。うん。エルト先生、叩かれるでって。はい。エルト先生。ね完売っていうか、まだ予約できるやろ、これ。うん。エルト先生、叩かれるで、これ。うん。 ね、お前そういや明日のコミケネタ考えてんの。明日はね。さすがにネタ切れは言い訳きかんぞ。明日はねあのーえー、コミックマーケットと鳴ら橋というタイトルで語っちゃおうかな。キャルちゃん出したら叩かれるってなんなん笑。まああのー、言ったら何て言うのそのねフェミニズムが攻撃しやすいところあるじゃん。ハムマンとキャルちゃんはフェミニズムにとって利用しやすいキャラだから。 ねえ、ハムマンとキャルちゃん。消防力ちゃん。<消防> <laughs> お便りも毎分一通送りますあ。ありがとうございます。はい。ただ、あんまりたくさんあるとね、あの、まず、始発行ってから読むから。あ、で、明日8時までしかねえからさ、明日最後放送なんですけどね、劇空間。明日8時までしかねえからさ、そこまで時間ないんだよなって。うん。 ま、でもほんとね、あのー、フェミニズムっていうのはいろんなとこ狙ってくるから、っていう明後日は5時、十時ですね。あさってやらないで、<laughs> なんで10、明日で放送引退か。<laughs> そういう意味じゃなくて、あ、劇空間は明日で終わりだよっていう、はい、ね、いうことです。で、もう寝ないと。あさってもやりますよ。<laughs> やらないですよって、<laughs> うん。ねやらないですよ、あさっては。うん。 ね、人生も明日で終われなんで明日で終わんねんてあさって明後日から犬走りまみじなーでいいのかよって、うん、ねえあさってから犬走りまみじなーってねワンワンクラブだよとか言って始まっていいのかよってつまんねえぞワンワンクラブなんてうんねで。カレー食ってだいぶにいいねもらっただけでしたねうん <laughs> それは違うと思うのうん でもそう考えるとさ、キッチンダイブの店長っていうのは、すごい勇気のある人だと思うんだ。なんでかというと、<laughs> いやそういうことじゃないおいおのエッチなおっぱい見れた方がい,いなどういうことやねって。ねえ、本当に。なエロ配信なんか次第よって、うんね。ダイブの店長なんていうのはさ、偉いと思うのよ。うん 何が偉いかってさ、正義場に噛みつき返したんだよ。ほんと、これはすごいと思うの。うん、だって、ダイの手で言うんその。そんな軽い女なわけないやろって。そんな軽い女な。うん、そ,んな軽いそんな軽い女なわけないやろって。そんな軽い女じゃないからって。うん いや見てよこれうん最近お前の心の死はだいぶの店長になりつつあるなちょっと怖いわあはいこれが自粛警察の正体です <laughs> あなたが当店の保証をしていただけるのなら休業します <laughs> 無責任な発言ほど情けないものはないちなみに当店が1ヶ月休業した場合のコストは最低300万円はかかります テイクアウトの店はそもそも休業対象には入っていません。はい。暇さえあればダイブダイブ。いや、あの。世に立ってる、こういう何の責任も取らない取れない取る気もない人間たちの都合で押しつぶされ押し出されきた人間たちが、キッチンダイブの存在で今までどれだけの数助かってきて、<laughs> また現に助かっていると思ってるんや。<laughs> 素晴らしい発言ですよ。うん。ね。 これなら箸3回たの違うよ。違うよって、本当に。うん。違うよって、うん。なんか、すごいな。いつも。フリーザ様みたいな笑い方やな。笑。ほほほ。心からの声出たな。出てないて。<laughs> ねえ。<laughs> うーん。ほ,ほほほ。笑。え、なに最近こんな。URL 省略と待ゴールデンウィークは指定ホームか。 初心者歓迎初心者マークイラスト始めよう習慣ターン譜あら最近何こ,こういうサービスもあるの URL 省略こ,こういうサービスもあるのってねえ受講前がこっちで受講6ヶ月ルスに命令されて惑星ベジータ滅ぼした設定はダメだと思うの <laughs> まあなんうんお前も受講しろ <laughs> 何これヤマト運ウ、お届け物がお知らせ。ご本人様からお届け物の予定ですな、なんか届けたねえ。あら。おろよいでアイスクリーム入れちゃった。アイスの身とアイスやな。ちょっとおいしそうやお前は徒歩で取りに行けよ。はいはいっていう。うん。ね なんで奈良橋さんどこなんだよって何の話かなっていう <laughs> これ怖いなあこの車これ,秒こ,れこれ突風が来たらこれ怖いぜって<が>これ URL 省略これ,これ前から今 <laughs> 日急,急に突風が来たらこ道路の向かい側だろわら道の 奈良橋さんのマイカーどんなマイカーやねんって。こういう板車作ったら面白いかもしれないね。このジョンル氏のね、やつじゃなくて。すごい板い車やな。こういう板車作ったら逆に目立つやろうなって。いけ。いけっ、ね、て、そ <laughs> のこれでも <laughs>、これ多分停車しててもさ、有明に停車してても突風で多分ふわーなるぞ、こんなんやったら。突風が怖いな。奈良橋さんなんかサイド引いてなかった。車検通らなそう いやまあまあ、だから何、つ、ついてから停車して展示する方法やね。ついてから展示する感じかな、これは。うん。だから、あれやね、あの、別のもう一台持ってきて、普段は寝かしとかなあかんで、ね。うん。普段は寝かしといて、だからその、展示の時だけパカって立てるしかないね、こうやって。うん。これね <laughs>。まあ、こっちの国は車検通るのかもしれないけどさ。うん。ということですね。うん。 はい <laughs> うん、URL 省略な<ん>だ <laughs> パパじゃねえよ今年初めての経済でこのを訪れていて式ではパパらパパじゃねえよ すごいですね。うん、複雑やろな、わら。複雑な気分やろな、うん。しかも、あげんで,すがアゲンでいいかな、わざわざって。うん。あげんでいいかな、わざわざっていうね。はい、<laughs> わざわざあげんでいいかなっていう。っていうところでね、うん。これ、いいですよね、これ。 ね、これは優しい世界だよ、本当に。うん、ねえ、これ、コラじゃないかなと思う。これ、いい、いい、いい、あれやで、本当。うんうん、<laughs> ねえ、まあ、さすが北朝鮮、ね、朝鮮人民共和国だと思った。うんそして 私たちもね、あのー、このような社会をなくしていくために、私たちができることは、日本共産党への投票なんです。はい、それがなぜ、無党派層には伝わらないんでしょう、岡村隆史氏の発言だけではなく、現状の日本の状態、これをもう一度観察してみてください。URL 省略はい どんだけ止められてるやな。無断注射、現金、一時的注射でも大迷惑って。はい。確かに、大迷惑だよ。ね。お前、いい加減公案の監視対象になるぞ。笑こんなんでなるわけないウルトラレア都市機構ウルトラレア、ウルトラレア都市じゃないから、これ。うん。UR だからって。うん。ねこれで、危険性を感じたかいってね。 SR もあります。SR もあるな、確かに。シンプルレアして、スーパーレア、SSR もあるね。スーパーレア。SSR、ね、SS はスーパーないだっけ。SSR っ,って、絶対あれ、作った言葉やろって、まあ、それは作った言葉なんでしょうけど、その SSR ってね。はい。そうなんです。そして、今日、マスク頼むの、忘れてました。はい。 まあ別にマスクあるからいいんだけど SSR ってどういう意味だえスーパース SS やから何スペシャルスーパーレアじゃないのスペシャルスーパーレアやろ多分えスーパースーパーレアなんてそんなダサい名前つけへんやろねえシャープマスクどうなったんやみんな予約したんかねえなんか結構な当選倍率だったらしいで、ね、シャープ製布マスク風食マスク単純なんだな そう SSR は SSR だなまあそれをあえて何その言葉にするんやったらねえスーパースペシャルスーパーレアやろって、うん、じゃ応募してみよう簡単なんだよこんなのっていう感じでじゃ応募するから、うん、応募するから応募しちゃうからっていううん 応募しちゃうから。っていうか、あのー。あ、応募できたわ。URL 省略お。応募できたわ。今回は落ちずに応募できた、ポテ今回の同人騒動で同人占領というか、ゴロは何人死ぬの。まあ、あのー、今回の。なんだこの不法投棄は、ゴミやろ、これ普通のって。不法。ね こんなもん捨てやがってよ、山の中に。不法投棄って家でもいっぱいあるからね。うん。許されないよね、不法投棄なんて。不法投棄なんてツイッターでめちゃくちゃ報告されてるよ。うん。ねえ、不法投棄なんて同人ごろ。同志。同人ごろな。同人誌の不法投棄だってあるんだから。うん。ね なんか、同人誌の不法投棄。ああ、これは許されんなーっていう。ね不法投棄。見てください、この不法投棄。ね見てください、この。怖いやろ、この不法投棄はって。うん。ねえ。ねえ、なんか、コスプレと同人誌が。同人誌ってて確かに捨てづらいんだよな不法投棄だよ、でもね。ね 神やから何とかなるやろうっていう、うん、これが不法投棄なんです。うん、明日は何で急にアストロプロダクツに行くのよって。なんかあったっけ雑誌にまとめて間に差し挟むくらいしかない。うんまあ、アストロプロダクツって何かあったっけって。うん、工具工具を買うのかい ?AD 版まだ来てないのに 奈良ニャン号来てないのにって。AD 版もうすぐだよ。うん。AD 版奈良橋さんのとこに来てくれるかなかライバルライバルがいるかなどうやろう。うライバルいるかなでも商用車ってさ、高速道路上では結構速い車に位置するらしいからね。はい。 なんか結構早い。んだってバンシロってあの、U. R. L. 省略。変えるかなって、今ドキドキしてんの、ドキドキドン一年生ですよ。ちょっと、おっさんっぽいこと言ったんだ。合うような。僕ら。A. D. H. D. は。<laughs> <laughs> <laughs> ていうか、これ、何個作られてんねん、このシリーズ、このシリーズは何個作られてんねん、このね、こんなシリーズばっかり作られてんのかよって、うしろまずどこをどう改造していいか分からへんわって、ウィングロードに、どこ,どこをどう改造、パーツ買ってくんのか、ウィングロードにする。 ウギングロードです、ねえ、ヘッドライト変えたらええやろ、ヘッドライト、タイヤブロック、タイヤにしてオフロードだ、別にあの、オフロード行かないからって、ねえ、オフロード行かないから、商用版で、なんで商用版でオフロード行くんだよって。 うん、なんで商用版でオフロードって、うん、なぜオフロードってなるから、うんね、えなんでオフロード ?URL 省略商用版ならオフだろ <laughs> これにチェンジできるぞ <laughs> <へー笑>ウィングロードにウィングロードにですか <laughs> 全長4 3 7ルでモビッチよりちょっと長いんやな 前が前がももうどうせ人生もバンなるんだからいいだろだろなんその言い方って「バンなるんだろうって人生も「バンん」「楢橋も「バン車も「バンうるせえ」ってなるじゃん「うるせえ」ってあ <laughs> うるせえってなるじゃん「うるせえ」ってうん、ね、う,うるせえよーってうんうわ 何これ、パソコンハードディスクだし1 2 1十円車くらいさっさと変えよさっさと変えてだからその入札がスタートしてないからどうしよう橋さんがどうしようもないって言ってるでしょもうねえどうしようもないってへ <laughs> えねで車検通すとか いや給付金で通すのが一番早いかなと思ってね給付金で車検通したらもうハッピーナイトじゃないですかハッピーナイトっていうねだからあともう1か月給付して麻生さん異常に麻生太郎です、えー今 緊急事態宣言を伸ばすなら、もう一ヶ月、給付金をつけろという意見が出ておりますが、えー、いつも通りリボでええやろ。箱回 <laughs> ししろ。すボッと安いとろか新しいスパムです <laughs> えぇ、ー、安いところで。URL 省略。<laughs> なんだこのスパム。うん、怖いな スパム怖いなああなたはロボットではない確認のため許可のボタンをプレスしてください押してくださいね何がどうせまたハオとか入るんやろこれうんあなたへのお知らせこんなクソスパかえっえ <laughs> <laughs> HA をえっえ ハオ123ね、ウイルス扱いだよ、もう。うん、本日の宴、半額祭りかいって、うん。ねえ半額祭りかい半額祭りに参加してこそ、栄光のアタッチメントだぜ、って何これ。高齢者に3万のスマホとマイクロ SD セットで8万で売りつけて稼ぎやがって。No! No! 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 No 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 no, no. <laughs> <laughs> てか言うほどみんな自粛してんのいやてい普通にスーパー行ってもみんな買い物してるな。あのね。そういや市の出前補助金制度使って寿司食ったったわええなうん <laughs> ていうか何寿司そんなんもあの出前補助金なんて奈良橋さんとこないよ出前補助なんて ねえ、なんだよ、それって。ねえ、なんだよ、って。なんだよ、って。もう早くレシベル追加しろよって、円割引になる。ねえ、500円割引。まあ、お得やな、それは。お得だな、って。うん。ねえ。なんだよ、お得だな、って。うん。なんだテイクアウト半額、テイクアウト半額ってか。 何でも補助してくれるな、今。そうやな、<ら>今、なんか、奈良橋さん思ったんやけど、あの、ちょっとさ、いろんないあるけど、なんかその、ちょっと待って、これ、補助金組み合わせたら、何、すげえ、儲けるやついない、大丈夫なの、これ。いろんな省庁がさ、補助金出したりとかしてんのよ、あの、厚生労働省以外にもね、あの、 こうあのどこや、えー、まず経済産業省でしょ、で、国交省も補助金じゃないけど、優遇措置取ってるでしょ、で、ノール水省でしょ、ね、総務省もなんかやってるでしょ、うん、総務省は特別給付金やん、ね、あのー、これ,これ L 省略、これね、なんか本当にうまく組み合わせられるさ、錬金術師だけが稼げるようになってない大丈夫錬金術師だけがガッポガッポなってない ー金じゃあ補助金で新社会補助金で新社会いです今なんでも申請したら予算通る感じになってないかずっと節約だったからストレス解消みたいに補助連発してる感あるなうほんとそうやなまあだからねこれ、えー、非常にああそうだろうです <laughs> 今回、多くの補助金を乱発したため、政府の財源が大変厳しくなりました。コロナの特効薬もできたため、私、自民党,自自民党としましては、消費税を28%にまで上げ、この補填を国民の皆様に <laughs> ご協力いただこうと考えているわけでございます。 どれ、うん、あこれ。そそもそも賄えてないのに賄えてないよ。うん、だから、来年オリンピックと同時に消費税35%ぐらいに上がるんじゃない財源の保証を確保しなければならないためっていうね、感じで。うん 食いやええもん食いたいな千葉市でうんせやなほんとにはいペイペイ <laughs> はいはいペイペイえー、非常にあそ太郎です非常にあそ太郎です <laughs> 現在 営業を強行しているパチンコ店に対し、SF 自民党としましては、